チャージ効率を下げてフィールド内で、例えばね、俺これ絶対やっちゃいけないことだと思うんだけど、これさ、ね、よくベネットは一突で言ってたから、初盆どうしようか迷ってました。無突で OK です。無理して一突にしなくていい、お金がもったいないから。ただ全然一突なら余裕かなって感じだったらやった方がいい。ベネットに対しての情熱が素敵、無理して一突しちゃった。あ、一突しても、だって一突しても OK だ、20%上がるんだから。はい、ということでね、ベネットの、まあ、一突するかどうかの説明なんですけど、まあ、これ話せば、まあ、大体全体的なベネットの回復の件も、まあ、分かってはくると思うんですけども、まず設定としては、まあ、ベネットが今僕レベル90なんで、まあ、レベル90 の、 ベネットを使ったとします。で、今基礎攻撃力値が666ってなってます。で、他のその他もろもろの生物とかそのパーセンテージアップされてる攻撃力とか、そこら辺の含めて、まあ、511ポイントプラスされてますっていう状態ですね。はい、なので基本的にはこの左の666という基礎攻撃力値が影響してくるっていうところで、この数値は腐食の剣のレベル80を装備してます。これ誰でも持ってるであろうってことで一応想定として話してます。で、突一が必要かどうかっていう質問がよく来るっていうことで一応話させてもらうんですけども、突一の効果、これは、まあ、右上の方を見てもらうと分かるんですけども、素晴らしい旅のベネットフィールドって呼ばれるとこに入ると HP が、ね、右下の方のコブエリアの説明で 70% 以上の時、その攻撃力のバフを得れるっていうところで、この制限がなくなりますと。 HP が例えば1とかもう瀕死の状態とかでも攻撃力が乗りますっていうのが1つの効果プラス、基礎攻撃力値の 20% に当たる数値がさらにアップするっていうことになります。これが何なのかっていうことは、まあ、ダメージを食らった状態でベネットフィールドに入るわけなんで、まあ、そのダメージが減ってる状態のやつが入った瞬間に火力上がらないっていう話なんですけども、まあ、それは後で説明しますね。まずは攻撃力の方から、これ一突した方がいいっていう方はバフをとにかくかけたいっていう方たちだと思います。攻撃力バフで、その攻撃力バフをかけたい、じゃあどうやってかけるのか、今のコブエリアに入った時に HP が 70% 以上になってなきゃいけないからっていう話だと思います。なのでちょっと先に話させてもらうと、まずそこの解決の方から、HP70% 以上で攻撃力バフを受けます。なので無突の状態だったらどうなのか、アタッカーの HP が、まあ、レベル90で生物をつけてると想定したら18000だと想定しましょう。その時の HP の 70% 以上のラインっていうのが12600、このラインがどうなのか、まあ、今回愛され少女4セットのベネットを使ってやる場合、回復力が6000以上になる可能性が高いです。水元素のキャラとかつけたらの共鳴つけたらさらに上がります。で、その状態で6000だと仮定して、まあ 1,2 秒で突破できるわけですね。まあ0の状態だとしたら、まあ、3秒かかるんですけども、まあ1000とか2000とか、まあそれ2000ぐらいの状態からの回復であれば、まあ2秒ぐらいなんですね。で、じゃなくて例えば8000以上とかそれぐらいの HP の状態から始めれば、まあ、1秒もう入った瞬間からバフ受けれるような状態です。毎秒回復力なんで、それって例えばダメージを食らったらそれすぐ解除されちゃうよって言われるかもしれないけど、ベネットフィールドの中でダメージを食らえばそれが食らった瞬間に1秒で突破できます。回復力6000であれば1秒、なぜなら攻撃力6000以上の相手ってなかなかいないんで、うん、もういるとしたらもうボス戦の時ですね。ボス戦のそんなね、でかいダメージ食らってそんな、なんだろう、ベネットフィールドの火力バフ気にしてられないですから、まずそこら辺はとにかく、まあ、70、これはベネットフィールドの回復力があればあるほど意味がないと、 70% のラインをすぐ超えれるっていうことで、まずここは一突はそこまで重要じゃないとして、で次はね、いやいや攻撃力がね 20% 上がるんだよっていう話、これすげえじゃんっていうふうに思うんですけども、一見すごいんですが、これって
ベネットの基礎攻撃力値の 20% が増える。これがどういう数字なのか。これはあの、まあ、例えば、まあ、あの腐食の剣装備してレベル90のベネット、なかなか育ってますよね。この状態だったらどうなのか。これだと666に対しての 20% なんで133ポイント攻撃力が上がります。おお、一突すれば味方に与える影響133ポイントかってことなんです。これがいるかいらないかっていう話になってくると、そのキャラクター の, あの戦い方になると思うんですけども、いるといえばもちろんいります。だから一突しなきゃダメだっていう人はおそらく133ポイントの攻撃力を味方に上げるために一突絶対しろっていうことを言ってるんだと思われます。はい、でこれが例えばテンプ6の状態ね、あの特殊素材を使わないでテンプ6まで上げました。その状態だと推定 80% の回復量になるわけですね。その素晴らしい旅の回復力がっていうこと、あ、攻撃力がですね、攻撃力アップ。それって666であれば、推定666であれば 80% 推定なんで532ポイントアップするわけです。もうすでにあの無凸の状態で532ポイントアップさせてます。これが例えばあのテンプレベル無凸の状態でも上げたとしたら、それがあのさらに上がっていって、まあ、600以上、まあ、700近くまで上がってくるわけなんですが、そういうわけなんですね。まあ600中盤ぐらいは上がってくるわけなんですけども、それに対しての133ポイント、一突を絶対しろっていうのはこれを言ってると思われます。ここで必ず必要なんだ、いやこれでも 20% ぐらい上がるのは神なんだっていう話であれば、それぐらい神なのであれば一突前提とかじゃなくて5突で素晴らしい旅のスキルが3上がります。これって大体そのまあ20ポイントとまでは言わないかもしれないです、後半になれば伸びしろ上がるんで、その、まあ、後半だとしたら例えばテンプレベル10から13までの間であれば同じぐらいなんです。要するに1突の基礎攻撃力値アップ 20% の効果って5突の効果アップの伸びしろと最終的には同じぐらいになると。っていうことは1突しろってことは攻撃力133ポイントが欲しいってことなんで、まあ5突しろよっていうのと同じことを言ってるんだと僕は思います。なので1突絶対しろっていうことは5突絶対しろ、だから僕はそこまでここの133ポイントの攻撃力アップに、意味を見出してないんで、まあ無凸だったら無凸でもいいですよっていう説明をいつもさせていただいています。はい、まあ、もちろん凸れば凸るほど強くなるのはキャラクターの特性で当たり前です。なので1凸をできるのであればした方がいいです。5凸した方がいいです。でベネットの場合だと4凸とかですげえ火力になる、火力ベネットが作れるようになります。フィールド内で戦えるようになります。なのでした方がいいです。ただ6凸に関しては組むキャラと相談してみてくださいということで、一応説明の方終わりたいと思います。じゃあこの後ちょっとちょっとした、ね、予告編みたいのあるんですけども、今度ねアルベドが今ピックアップ来てます。でピックアップ終わります、そろそろ。なのでアルベドの使い方みたいなので、まあスキル依存型のスキルの刹那の花依存型のアルベドの、まあ、使い方のサブステータスの上げ方、なんでそれを上げた方がいいのか、重要なのかっていう話と、まあ、実際どういうふうに運用したら確かにそうだみたいなことを生放送で話しました。なのでそれの切り抜き動画をアップさせていただきますので、よければそっちの方もチェックの方よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。どれだっけ、忘れたよ。 これだ。元素爆発の中にいるとクールタイムが下がって、これの1回押しのクールタイムってさ、5秒なんだけど、それが下がって 2.5 秒になるのよ。だからより回復できるの、元素回復。そう、下手くそなんだから回復力が足りないんだよ、俺は足りないので。今チャージ効率ね、俺ねチャージ効率はめっちゃあるから、一発殴ればさ結構回復するのよ、こうやって。だからこれが5秒でも全然 4秒でも全然 OK なのね。2秒で回るんだけど、例えばさ、例えばね、チャージ効率を200以下にとかして、200以下にしますね。これ絶対言っちゃダメだよ。200以下にするぜって、200以下にしましたってなった時に、はい、元素爆発で、これ殴るじゃん。
やった2秒で回るぜ。2秒で回るからいつもより倍溜まるのが早いぜ。チャージ効率いらないぜ。よっしゃ溜まるぜ、溜まったぜってなるじゃん。お前何してんのって感じ。ここでさ、なんでベネットのフィールド出してる。味方回復させるためだろ、味方の火力上げるためだろ。お前はこう打ったら一発殴って退場だよ。ベネットは使い方が全然違うよ。 DPS 捨てるのか、そのやり方で。だチャージ効率をしっかり上げて本末転倒、うん、本末転倒なバカか。レザーって強いん。レザー強いです。全然なってないよ。ベネットの使い方俺に聞け、全部なってないよ。元素爆発の中でベネットが暴れる、どういうことだよ。他のタルタリアだったりレザーで、もうアタッカーにちょっと変わんなきゃダメでしょ。元素爆発撃った瞬間に一発だけ回収して立ち去ってさ、深淵の元素爆発とかで氷ので回収するだけで溜まるようにしとくんだよ。何を考えてんの、全部聞けし。旧貴族そんな百何十ポイントしか増えないだろう、そんなの。旧貴族熱いぜ先生。何を考えてんだね君たちは。おかしいだろ、なんだ旧貴族4セットって。ここを見なさい、799の 20% 上げるためにビルド崩すかね。何を考えてんだ君たちは。おかしいだろ、全部聞きなさい私に。火力中はそれでも旧貴族なんだ。まあそうだねそうだねそうだよ、おかしいんだよ。いやタイムアタック勢とかは OKOKOK、 ごめんなさいごめんなさい、確かに脳死で貴族やってました、すいませんでしたいやごめんなさい、クワタさん、いや全然いい。RTA 勢とかは全然 OK、 全然 OK です、訂正します。 RTA 勢は全然 OK です。